嵐の松本潤、40、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜後8.00のファン感謝祭、皆のおかげ、や、から、が11月27日、午後6時開演に、東京、渋谷の NHK ホール、開催されることが決定し25日、番組公式サイト、発表された。登壇は、松本をはじめ、坂木原康政、 小、ふとし役の杉野春香良、鳥居本忠、彦江門役の弟を、新、大久保忠代役の小手、新屋、渡辺半蔵を守る公役、木村すばる、あちゃ曲役の松本若菜、本田正信役の松、健一ほか、団結力の強い家臣団の中な、聞きない撮影裏話など出演者から、ファンの様に向けて、盛りだくさんの内容で感謝を、ゲます。 テーマ曲やドラマ音楽の生演奏もある。MC は、コテと浅田春菜アナウンサー。演奏は音楽。当のピアニスト稲本教師と NHK 公共楽団ピック、部メンバー。入場無料。観覧申し込みは番組公式。糸の専用ホームから。締め切りは11月5日午後11時59分。リーガルハイ。 コンフィデンスマン JP シリーなどの古澤良太氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ62作目。弱小国、三河の主は、いか、して戦国の世を生き抜き、天下統一を成しすぎたのか。江戸幕府初代将軍を単独主役にした川は1983年、徳川家康以来、実に40年ぶり。令和版にアップデートした新たな家康像を描く。 古沢氏は川脚本初挑戦。松本は大河初主演となる。